こんにちは、授業準備 TV の梅子です。夏休み明けに行う提出物の回収とチェック、皆さんのクラスではどういった方法で行っていますか？回収してはいいもののチェックが後回しになってしまう、急いでチェックをすると漏れがあったり雑になったりしてしまうとお悩みの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は夏休み明けの提出物チェックを効率化する方法をご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。提出物をチェックする上で一番大切なことは、その場主義で後回しにしないことです。とりあえず回収して放課後にまとめてチェックされているという先生方も多いのではないでしょうか。放課後になってから山積みの宿題をチェックし始めると、あっという間に外が真っ暗になってしまいますよね。時間が空いた時にチェックをしようと後回しにしていると、気がつけば1週間経っているなんてこともあるかもしれません。そこで今年の夏休み明けは、提出されたその場で宿題のチェックを行ってみてはいかがでしょうか。宿題の種類ごとにチェックの方法をご紹介します。まずはドリルやノート関係です。ドリルやノートは提出する前に隣の席の子どもとペアでチェックさせるようにしましょう。この時ページの中まできちんとチェックし合うことにより、宿題のやり忘れや丸付け忘れに気がつくことができます。ペアでのチェックが完了した宿題は出席番号順に提出してもらい、抜けや漏れがあった宿題はその日のうちに直しをしてから提出してもらいます。次にプリント関係です。こちらも隣の席の子どもとペアで名前の記名、やってあるか、丸付けの有無をチェックします。チェックが完了したら出席番号順に提出し、直しが必要な場合には直しをしてから提出してもらいます。最後に図工、習字、理科研究などの作品関係です。こちらは展示できるスペースを前もって用意しておき、すぐに展示するようにしましょう。コンクール等ですぐに出品作業に取り掛からなければならない場合や、担当の先生に出さなければならない場合などは、デジカメで作品の写真を撮っておいて、プリントアウトした写真を展示できるといいですね。ノートやプリント関係はペアで中身までチェックをしてもらうことで、提出が完了しているか、していないかを先生が確認すれば、すぐに子どもたちに提出物を返却することができます。何事においても早めのフィードバックは子どもたちのやる気向上につながりますね。また宿題を忘れた子どもがいた場合には、その場で連絡帳に書かせることが大切です。忘れた宿題が多い子どもには、宿題の一覧表を連絡帳に貼ってもらい、提出したものに丸印を書いていってもいいかもしれませんね。投稿者の先生はきちんと宿題を提出させることを重要視されています。先生のチェックが雑になると、宿題を出さなくても気づかれない、宿題をやらなくてもいいと考える子どもたちがいても不思議ではないですよね。そうならないためには、先生が子どもたちにきちんと宿題を提出させることを徹底させ、すぐにチェックをする体制を整えることが大切です。時には一人一人に合わせるのも大切なことだと思いますので、クラスの雰囲気や子どもたちの実情に合わせて実践するように心がけてください。宿題を出しなさいと声をかけるのではなく、いつまでに持ってくると忘れた子ども本人に決めさせることで、子どもの自主性を育てることにもつながります。ぜひ宿題回収を行う際の参考にしてみてはいかがでしょうか。今回は夏休み明けの提出物チェックを効率化する方法をご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。